はい、どうもこんばんは、ナッチでございます。今回は新しく来ましたイベントのモンスター育成スペシャル後半、これについて雑談していきたいと思います。雑談というか、まあ説明ですね。はい、ということで第1弾から見ていきましょう。第1弾、毎日ログインで友情ポイント5000ポイントゲット。まあこれ美味しいですね。たまにさ、500ポイントとかあるじゃん。これは10連分回せるんだよね。だよね。だからまあ美味しいですよね。今は進化カーニバルかな。今日の午前までは強化カーニバルだったんで、まあ進化カーニバル特に回す必要がないと思う方は貯めておくのがいいと思います。元宝コラボの昨夜とか欲しい方は特に貯めておいた方がいいと思います。第2弾、毎日ログインで玉ドラゲット。で、魔法石はもらえないのか。最近はタイムアタックで配ってますから、まあこれはいいんじゃないかな。はい、第3弾カミングスーンと。まあこれゴッドフェスはさすがにないんじゃないのと思いますけど、上の方にあるんですわかりませんね。第4弾新テクニカルダンジョンカラクリゴエモン参上、やっと来ました。はい、カラクリゴエモンをなんか1週間以内かなに倒すと、2週間か、倒すと報酬がもらえるらしいですね。この火属性しか出ないガチャがね、引けるみたいです。おでんとかさ、あとは最近で言うとクトゥグアとか稲姫とか、この辺出ると普通に嬉しいですよね。しかも銀玉いないということで、これはまあぜひカラクリゴエモン欲しいって方はね、この期間中にクリアした方がいいと思います。まあやばいでしょうね。火だしね、火で壊滅級でしょう。ちょっと頑張りますわ。また、はい、第5弾三位一体超壊滅級にノエルドラゴンブルーが高確率で出現ということで、これはちょっと美味しくないよね。あんまり今までは潜在拡張だったからやってたってとこあったんですけど、こいつになってしまったらどうですか。むしろ百花繚乱にそのまんまね、色変えておいてほしかったよねって感じですね。まあこれは新しいんだけど、ちょっとね、先に潜在拡張を出したのが違ったかなって気がします。こっからが美味しいんです。対象降臨ダンジョンのボスにプラス値30確定と。最近降臨にねプラスがつかんなと思ったら、ここで復活しました。しかも30で、ということは10周したら297ってことですよね。だから本当に簡単なダンジョンね、ゴエモンとかアテナとかだったら、もう10分で2971体ぐらいできちゃうペースですね。1時間で6体ぐらいできちゃう、まあ、間違いなく1列はできますよね。これはなかなか美味しいと思うんですけど、まあ、僕的にはそんなにいらないかな。フルキャラがいないんでね、ボックスやばいし、もう貴族性全員振っちゃったしみたいな感じで、プラス欲しい方にはすごいおすすめだと思います。第7弾これも美味しいです。対象特殊降臨ダンジョンの超絶地獄級に P が必ず出現、落ちるとは言っていない。こちらもねまた美味しいですね。ボルスーンで水 P、 リンシアで木 P という感じで、属性のその属性の降臨の P が出るということでですね、まあこれはいいよ、かなり。まずプレドラが出ますから、まあ、プレドラの枠に P が変わったら分かんないんだけど、変わってないという話で進めるなら、モンポも稼ぎながら P がもらえると。闘技場2とは何だったのかっていうね。今闘技場4倍やってるから、経験値は向こうの方が多いかもしれませんけども、まあ時間効率とか見たら絶対こっちの方が早いですよね。特にリンシアとかはね、ディオスでいけますから、全然無課金編成でもできますからね。組みやすいってところもありますね。事故も少ないしね。あとはそうだね、ボスのモンポも美味しいし、経験値も入るんで、やっぱりこれは美味しいかなと思います。自分の強化したい属性の氷回ってもいいし、僕はサブアカのソーラーレーザーあげたいんで、ノルディスをね、やろうかなと思っています。この機会にボックスのね、プラス振ってるキャラとか、主要キャラクター全員スキルマにしておくのもいいかもしれません。はい、第8弾、第9弾はカミングスーンでございます。こちらまだわかりませんね。はい。あ、でも7月まで食い込むのか、これ。違う。いや、食い込むよね。長くね？長くね、このイベント。19から始まって2週間あんのか。2週間あんのか。長えな。ということは、なんか最近やってる降臨のボスのアンケートかもしれませんね。はい。で、進化素材アンケートダンジョン2登場。リクエストより決定したグリーンドラゴンフルーツ、ブルードラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツみんな好きだな。ダブルビリット、デビリット、虹の番人が出現するぞと。ダブルビリットもね、人気なんですね。これなかなか意外だった。はい。まあまあまあ、これはそうですね。グリーンドラゴンフルーツ、ブルードラゴンフルーツについてるスキル上げが楽ちんってことかな。
はい、第11弾はいつも通り、12弾もいつも通り、13弾、これが地味に美味しいね。ウェルドールはぜひ周回してください。まあ、ラグウェルも。ドラクリストはまあ、ほっといていいんですけど、石も回収できますから、ぜひ、結構難しいけどね、腕に自信ある方は回収してみてください。はい、第14弾、これも意外と嬉しい。コインダンジョンに、覚醒素材降臨が追加と。これね、ずっと置いといてほしいんだよね。西洋神やるの忘れたとかあったんで、前半の時。だからこれずっと置いてほしいんだけど、今回は2周すんのか。あ、これはありがたいね。2周するんで、まあ、取り忘れても最悪2周目で取ればいいと。なるほど。はい、出ました。第15弾、魔法の城珍客パーティー。これさ、これマジさ、いや、わかる、わかるんだ。その初心者の方が魔法の城で出て嬉しいとかさ、たまにリプ来るんですよ。あの、これについてやってる人いるんかっていうと、あの、僕はやってますっていう人いるんで、やってる人いるんだろうけど、なんかもうちょっとね、もう確定でもよくねって思いますね。遭遇率2倍らしいんですけど、稀ですからね、元がね。これ謎だよね。はい。で、第16弾がスキルと合成5倍と。これ普通に嬉しいです。ということで、まあ、個人的に目玉だと思うのは、まずこれですね。P、出現。もしかするとね、プレドラの真ん中とかに置いてくるかもしれませんけど、まあ、これは美味しい。ありそうだな、なんかプレドラの真ん中。それだったらちょっと多いだよね。P が単体出るんだったら、もう拍手。ちょっと怪しいね。今、なんかそんな気がしてきました。そうじゃないことになります。で、第6弾、これも美味しいですね。まあ、そんな感じかな。あとはからくりごえもんか。この辺ですね。いやー、楽しみでございます。ただ、潜在拡張はおそらく日曜日で終わってしまうので、撮ってない方、まだ周回したい方はぜひこの週末に周回してみてください。といったところで、まあ特に話すこともないんでね。まあジューンブライドとかもまあいいでしょう。はい。ということで、以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。